二箇所、七章。ああ、なんと悲しいことだ。私は夏の果物を集める者の,のよう、葡萄の取り残しの実を取り入れる時のようになった。食べられる房は一つもなく、私の好きな初なりの一軸の実もない。敬験なな者はこの地から消え失せ、人々の間に心のすぐな者は一人もいない。港を流そうと待ち伏せし、 互いに網を掛け合って捕らえようとする。彼らの手は悪事を働くのに巧みで、役人も裁き人も賄賂を求める。有力者は自分の欲するままを語り、こうしてことをねじ曲げている。彼らのうちの善良な人も茨のようだ。心のすぐな者も,も茨の生け垣に劣る。あなたを見張る者の日、あなたの刑罰の日が来る。今、 彼らに混乱が起きる。あなた方は友を信用するな。親しい友も信頼するな。あなたの懐に寝る者からも、あなたの口の戸を守れ。子は父を侮り、娘はその母に、嫁はその姑に逆らい、それぞれ自分の家の者のを敵とする。しかし、私は主を仰ぎ見、私の救いの神を待ち望む。私の神は、 私の言うことを聞いてくださる。私の敵を、私のことで喜ぶな。私は倒れても起き上がる。私は闇の中に座しても、主が私の光だ。私は主の激しい怒りを身に受けている。私が主の前に罪あるものだからだ。しかし、それは主が私の訴えを取り上げ、私を正しく裁いてくださるまでだ。 主は私を光に連れ出してくださる。私はその儀を見る。私の敵はこれを見て恥に覆われる。彼らは私に向かって、あなたの神、主はどこにいるのかと言った者たちだ。私の目は確かに見る。今に敵は道の泥のように踏みつけられる。あなたの石垣を建て直す日、その日国境が広げられる。その日、 アッシリアとエジプトの町々から、エジプトから大河まで、海から海まで、山から山まで、あなたのところに人々がやってくる。しかしその地は、そこに住む者たちのゆえに、彼らの行いの身によって荒れ果てる。どうか、あなたの杖で、あなたの民を、あなたの譲りの群れを牧してください。彼らは林の中、果樹園の中に、 一人離れて住んでいます。どうか彼らが昔の日のようにバシャンとギルアデで草をはむようにしてください。あなたがエジプトの地から出た日のように私は苦しい技を彼らに見せる。諸国の民は見て自分たちのすべての力を恥じ手を口に当て彼らの耳は聞こえなくなります。彼らは蛇のように血をはう者の,のように土をなめ 震えながら自分たちの洞穴から出てきます。そして私たちの神、主の身元でおじまどいあなたを恐れます。あなたのような神が他にあるでしょうかあなたは戸賀を除きご自分の譲りである残りの者の,のために背きを見過ごしてくださる神。いつまでも怒り続けることはありません。神は恵みを喜ばれるからです。 もう一度、私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけて、すべての罪を海の深みに投げ込んでください。昔、私たちの父祖たちに誓われたように、ヤコブに誠を、アブラハムに恵みをお与えください。